お元気ですか、ボクシミでございます。今回は2024プロ野球チップス第2弾の開封動画第3回目でございます。ちょっとね、あの黒い手袋のね片っぽをねちょっとなくしてしまいましたのでね、前にあったこの白い手袋でねやりたいと思います。今日も、10袋でやりたいと思います。それではね早速開封していきたいと思います。第3回目の1袋目でございます。北海道日本ハムファイターズの選手会長、松本剛外野手でございます。で千葉ロッテの、佐々木朗希投手でございます。2袋目でございます。で、キラカードが出ましたね。北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手のキラでございます。で、福岡ソフトバンクホークスの中村晃外野手でございます。3袋目でございます。中日ドラゴンズの大野雄大投手でございます。千葉ロッテのポランコ外野手でございます。4袋目でございます。読売巨人軍の丸義弘外野手でございます。で、横浜 DeNA の関根大輝外野手でございます。5袋目でございます。で、楽天の小深田博人内野手でございます。で、オリックスの頓宮裕真捕手でございます。6袋目でございます。で、キラカード出ましたね。埼玉西武ライオンズの源田壮介、内野手の、キラカードでございます。福岡ソフトバンクの中村晃外野手でございます。7袋目でございます。中日の大野雄大投手でございます。で、広島カープの選手会長堂林翔太内野手でございます。8袋目でございます。で、巨人の選手会長大城匠捕手でございます。で、千葉ロッテのポランコ外野手でございます。9袋目でございます。で、読売巨人の山崎伊織投手でございます。で、広島の田村俊介外野手でございます。で、3回目の最後の10袋目でございます。で、またね、キラカードが出ました。埼玉西武ライオンズの平海馬投手でございます。で、最後は、横浜の選手会長大貫慎一投手でございます。はい、以上で2024プロ野球チップス第2弾の開封動画
第3回目を終えたいと思います。で、2024年の版の BBM チアリーダーカードも購入しましたので、後日開封動画としてあげたいと思いますのでよろしくお願いします。あとですね、予定ではあと2箱、予定しております、ね。それもね、届きましたら開封動画としてあげていきたいと思いますのでよろしくお願いします。そのね、それは、秘密でございます。開けてからのお楽しみでございます。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。